はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらを紹介したいと思います。レコードプレイヤーですね。まあ人によってはアナログプレイヤーってね、呼ぶ人もいるけど、まあ正式にはアナログレコードプレイヤーって今の時代は言うのかな。おじの時代は普通のレコードプレイヤーなんだけども、まあアナログプレイヤー、じゃあデジタルプレイヤーって何？デジタルプレイヤー、CD プレイヤー、デジタル CD プレイヤー、じゃあレーザーディスクは、デジタルレーザーディスクプレイヤー、じゃあアナログプレイヤーっつったら、デジタルプレイヤーって言ったら、デジタルっつったらどっちになるのっていうね、まあ、よくわかんないけども、とりあえず今回はレコードプレイヤーになります。でまだね、2日ぐらい前に新発売したばかりね、追加されたばかり、アマゾンにもう出来たてほやほやのレコードプレイヤーになります、ね、すごいでしょ。はい、今回のプレイヤーはね、こんな感じのプレイヤーになります。でね、特徴としては、ね、USB の録音に対応しています。どうでしょう、これね。で、USB のディスクへコピーして保存できる。ほんとこれ、ウェブファイルにできるの？ほんとこれ、これ違うよね、ほんと？あ、ほんとだ、ウェブファイル、ほんとこれ、今までさ、MP3 に圧縮してやるっていうのは、見たことあるんだけど、ウェブファイルなの？あ、ほんと？音いいじゃん、すごく。ほんと？そうなんだね。はい、そういうことで、まあ、FAT32 でフォーマットした USB メモリーを使って、でモードボタンを1回押してランプが赤色に点滅したら録音状態になりますよと、ね、で録音停止したい場合はモードボタンを押してランプが点滅したくなるまで録音をと終了するってことなんだね。だからモードボタンを1回押したら録音状態になるからね、ツーねプチってなった瞬間にパッて押せばいいんだよ。ね。針を落とすときに赤いのを押しちゃうとプチってのが入るからね。そういうことだね。これもちょっとおじ試してみます。はい。そして、Bluetooth 機能を搭載しています。ね。Bluetooth 機能です。ね。で、これはレコードがない状態でもスマートフォンから音を飛ばして、このスピーカーから音を鳴らすことができますよ。つまり Bluetooth スピーカーとしても使うことができますよということなんですね。便利でしょう。で、おじいがね、調べた中には、まあ、とあるブランド、有名ブランドのやつでね、Bluetooth 機能、まあ、これも同じのがあるんだけども、 Bluetooth でスピーカーやヘッドホンに音を飛ばせるよっていうのもあるんです。ただね、もったいないよね。Bluetooth で飛ばしたら音が劣化してしょぼいんで、何のためにレコード聞くのっていうね。それで聞くんだったら別に YouTube だろうが何だろうが、今デジタルで音あるわけなんで、そっち聞いた方がいいんじゃないのって思うんだけどね。はい、そんなわけで、まあ、スピーカー代わりにもなりますよっていうことです。はい、でそんなスピーカーは2つ搭載されているので、ステレオでしっかりと、ね、聞くことができます。まあ、ただこことここが近いんで、こう話すことができないんで、こうやって、ね、こうやって聞けばいいね。はい、そしてスピードは33、普通の LP サイズ、そして EP サイズの45回転と SP サイズの78回転の3つに登録、ね、対応しております。よく78回転に対応していないと、78回転に対応してないでってね、こういう人が結構いっぱいいるんだよ、必ず、ね、でも78回転で聞きたいものがあるかっていうと、おじはないんで、ね、78回転なくても OK なんだけど、一応78回転あると気分的にいいよねっていうお話だね、これね。はい、そしてね、まあ、ものすごく高性能なんだよね。
まあものすごくいっぱい、この一番のここはね EP 専用のアダプターです。 LP は穴がね、丸い円盤に穴がブチュッてこう掃除破りみたいなビッてやった時のね、これぐらいの穴しか開いてないんだけど、あの EP レコーダーのね、 EP レコードの場合はポチッからグリ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 ってやったぐらいの穴が開いてるので、その穴を塞ぐものです。これね、45回転用のアダプターと言います。合ってるよね合ってるよね。はい、そしてこのね2番目リフトレバーっていうのがあって、これね上にやるとこれが下がらない、下にやるとスーってこう下がるっていうね、あのレバーを下にした状態だったら自分で手でピョンピョンってこうできるけど、あの自信のない人、バーンって落としちゃうのを不安な人はレバーを上に上げといてスーって持ってったらね、このあこの位置かなーっていうところになったらレバーを下げればスーッて下げれるんでね、そのためのリフトレバーがついてます。そしてこの3番目、このね速度スイッチ、これね速度スイッチ、これは今言ったように3種類の回転数があるのでここで回転数を合わせます。そして4番は何かっていうと、あ違う、3番が自動停止スイッチだね。回転数はここだ、これはあの自動停止スイッチ、これどういうことかっていうと、あの今までの経験で言うと自動停止をオンにしておくと、レコードの終わりの方に行ったらグッてこう止まってくれる、あの自動的にビューって上がってグーッって行く機能がないので、あくまでも自分で針を落として最後まで行ったら自分で上げるっていう、この時に一番最後まで行ってね、ここでこう止まったまんまぐる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 回ったまんまにしておくか、最後まで行ったらグーって回転が止まってよいしょってなるかね、それを決めることができるんですかね。で2万円ぐらい出すと電音、今デノンかな、あデノン、おじは電音って言うけどね、昔ながらのね、電音かオーディオテクニカかな、ね、まあ、中身が同じだと思うけど、オーディオテクニカの2万円だかな、4だかな、どっちか2万円出すとオートで、ね、オートで、あ、待てよ、1万円か1万2000円ぐらいでもなんか、オートで、2万円出すと Bluetooth がついてくるんだ、そうそう。ね、なので、1万円から1万2000円ぐらいでもうすでにオートのやつがね、搭載しています。というのがね、でも自信のない方はね、そっちの方を選ぶということもできます、ね、そっちの方はね、あのフォノイコライザーもこれと同じ内蔵してて、あのフォノモードと確かね、何モードだかな、 AX モードかな、アンプモードがあって、普通にアンプに出力するのと、あの昔ながらのレコードとして接続する、こうイコライザーを通さない、ね、通す通さないのモードが選べるものがあるので、まあ、マニアックな方はそっちの方を選んだ方がいいと思います。こっちのやつを選ぶ方はもうフォノイコライザー搭載してるし、アンプにそのまま接続できるっていう、フォノイコライザーを内蔵したアンプを使わない方、ね、まあ、一般的な人はこっち選んでいけばまあ大丈夫なんだけどね、マニアックな方はちゃんとしたものを買った方がいいと思います。はい、そして、あとは5番目はトーンアーモ、ね、5番目がトーンアーモってこれだね、これボボボね、ボです。でトーンアーモロック、これね、このパチンってはめる部分もう1個でも機能にしたいんだね。で7がリセットボタン、ここがリセットのボタンになってるんだね。で8番がモードボタン、8番、これね、あ USB、AUX とか、なんかあるんだね、Bluetooth スピーカーとか。で9がレコード針先端、10がターンテーブル、11が LED ランプ、どこ LED ランプ、11どこ、
11のこう LED ランプのこうこっちがこっちが正面正面ね。で12番がヘッドホンジャック、3がボリュームね、となっております。ところで後ろか RC 後ろくだね。さあ今度は後ろか、お尻の方どこにあるんだ、こっちかね。はい、主力はね、はい、RCA の主力と AUX3.5mm の主力と、これが USB 挿して、ね、録音するところだね、この3つがありましょう。これここだね。あとこれ電源だね、電源挿すところがありますよということです。はい、 OK、ね、RCA ケーブルでアンプに接続、家にも演奏会の臨場感をお持ちということで、まあ、元気なおじいが個人的には RCA の主力をこのノブサウンドさんの P1 ね、 P1 に入れてこれで聞いたらたまんないだろうね、本当。あの TRN さんのコンス、コンスね、コンク、コンスだね、あのコンク、あコンクだ、コンクね、コンクで聞いたら結構いい音だと思うよ。3950円のね、あのイヤホンが活躍できると思うよ、絶対に、ね。はい、そして、まあ、ここにもあのイヤホンジャックがあるので、直差しでおじい聞き比べてみるけど、うん、まあ、そうだね、うん。はい、で、周りを気にしたいでね、イヤホン、ヘッドホン使って聞きますよ。ということなんで、じゃあ、後ろで開封しましょう。ワクワクするね。はい、それじゃあ開封したいと思います。パッケージはねこんな感じのパッケージに入ってます。はい、こんな感じね。で、しっかりとビニールね、ビニールテープでしっかりとね、よいしょ、これってことがかかっているので、よいしょ、ここをねまず開けていきます。よいしょと、はい、まずねこうしてカットして、まあちみちゃんが食べた、よいしょ、はい、じゃあ開けまーす、よいしょ、はい、こんな感じね。そしたら一番上に、はい、ねマニュアルとあと RCA のケーブルがついてるね。これね、もう一個なんだろうね、ちょっとこれ中身確認しよう。よいしょと、ほほ、テープが、テープが、いや、いや、テープがしっかりついてる。いや、ハサミがないと、よいしょ、強力なテープなんで、ね、よいしょ、はい、すっごいしっかりとテープでね、ついてます。はい、そんなわけで、レコードプレイヤーっていうことでジャパニーズランゲージになってます。しっかりとね、中は日本語で分かりやすくこのようにね、はい、図解説明入りで書かれております。そしてこれはね、アンプなんかと接続するための RCA ケーブルになります。そしてこれは、あの針だね、これね、これは予備でついてるのかな、だったら嬉しいけど、どうなんだろうね。はい、で、こんな感じになってるので、よいしょ。こう。はい、まずは、箱から出します。そして、よいしょ、はい、で蓋は自分で組み立てるっぽいね、これね、よいしょと、はい、でこの蓋も傷がつかないようにビニールがしっかりとついてます、これね、まあ、この蓋をつける人つけない人いると思います。ちょっとこれね、どこへ置いといて、はい、でここにあるのが電源ケーブルね、電源、ほら、ね、
じゃあ中をチェックしていきましょう。よいしょ。あらま、かわいらしい。あ、こういうタイプ初めて見た。これは元気なおじい初だな、この形状は。へえ、すごいコンパクトな電源だ。これはね、よいしょ、ちょっと待って、見えない、全然見えない。5ボルトの1アンペアです。これ5ボルトの1アンペアっていうことは、先端がこれなんで、あの他のものを代用できそうだね。コンセントからでなくても、あのポータブル電源から電源供給できそうだね、これね。 USB 電源もなんか使えそうな気がする、こんなちっちゃいやつだったらね。はい、で本体をねちょっと開けていくよ。こっからはじゃあちょっと上向きで見てみる。上向きで、はい、向きを変えましたね。じゃあこのねビニールを、これまたかなり強力なテープでついてるので、よいしょね、すごい強力なテープ。はい、じゃあこれをね、で本体自体はねそんなに重たくないのでね、あの片手で持てます。はい、でこのこれを取って、発泡スチロールをね取って、まあ可愛らしい、本当めちゃめちゃ可愛らしい。で輸送のずれ防止のね、はい、まあターンテーブル、これ振動防止のね、ここ、これこうなってるからね、これね。そしてこれはね、ここもしっかりと固定のやつを外して、はい、これで OK でしょう、ね、で、まあ、正面から見た感じはこんな感じ、うん、で、まあ、ニューってやつだね。あ、これはいいね。あのカチカチだったらどうしようかなと思ったけど、ニューっていうやつです、これね。で 3.5 ミリね、ここカチッとこうパワーが、ほら音聞こえるね、カチッカチです。でこれがアダプターね、 EP レコード聞くときので、左側は何もなく、右側も何もなくね、後ろがこうなってます。でここのところに先ほどの、よいしょ、これカバー、ね、このカバーをこれまたきれいに、きれいに梱包されてるね。よいしょと、よいしょ、よいしょね。はい、ピカピカね。で形状がこうなってる方、このね穴を入れます。はい、まあよく設計されてるね、よくね。はい、でちょっとこれね押し広げるような形で、ガバガバだとすぐ外れちゃうでしょ。だちょっと外側な、あの内側になっているので、ギュッ、ちょっとギュッて力入れて、しっかりとこうカチッと入れれば、これで OK です。はい、おー、いいね。ここ下までじゃないからね、これね、おそらくこれ下までやった方がいいのかな、下まで押し込んだ方がいいのかな、ちょっと待って、あ、奥まで入るね。ここがついても大丈夫なのかな。あ、形状的に大丈夫だね、うん、これかなり滑らかです。これはすごく印象がいいです。あ、これいいね。あのバタンってならない、これ、ほら、ほら、
テンションがほらね、バターン帽子、これ素晴らしいね。ね、アクリル割れる心配もないです。わ、綺麗だね、アクリルね。本当、あのこれがついてた方が普段はほこり防止になるし、まあこれ外したいっていう人もいるでしょうね。で、電源だけはちょっとつかないと動かないので、これを挿してね、まあ、こっから G は出力することになるんだけど、まあ一応最初は動作確認です。じゃあコンセントね、ちょっと電源入れます。はい、電源入れました。そしたらよいしょ、ちょっと高さ高いかな、もうちょっと低くしようか。よいしょね、これぐらいでいいね。はい、で一応これパコッとね開けまーす。そして EP レコードをちょっとねテストしたいので、これこのまま外せるかな。よいしょと。はい、まず準備としてはここら辺のチェックからです。これも取り外すけど、まず最初に先ほど説明したこれがね、アップダウンなんだけど、ここにロックが確かこれね、これがねロックになってます。これをロックを解除します。使わないときはこれでパチンとこれロックします。使うときはこれロックを解除して使います。でこのアームレバーを上げるとこれが上がります。下げるとゆっくりと下がります。上げると一気に上がって、下げるとゆっくり下がります。だからこれがあの下がってる状態だったら、これこうしてレコードのとこまで行ったらこうやって下げればいいし、自信がない人はレバーを上げて、でレコードの位置を確認してからこうやって下げるね、まあ、こういう使い方ができます。だこのレバーの上げ下げっていうのはいつも使う機能になります。はい、そしてここのところだね、これね、これが自動停止機能がデフォルトでは手前のオンになってます。これでオフです。こちらがね、左がオン、右がオフになってます。まあ一応オンにしてどこまで行くんだろうね、最後まで再生できないと思うんだけどな。で33回転45回転70何回転ね、68ね、78だね。なのでシングルを聞きたいので45回転に合わせます。これで準備はもう OK です。で使うときはね、この針ね、さっきついてたあの交換の針は予備の針ということになりますね。これは引っ張ればそのまんま取れます。であの長岡のあのレコード針クリーナーね、あの数百円で売ってるので、それを購入した方がよろしいかと思います。このねレコード針の先端にホコリがよくつくのでね、ホコリがついたらこの針の先端をきれいにしていただくとね、うん、そこにホコリがいっぱいたまるとあのザーとかズーとかボチンとかね、そういう原因なので、まあアナログレコードプレイヤーの場合は一番気を使うのはこのレコード針の先端です、ね、あとはね長岡のあの静電気シューってレコードにかけて静電気をあのなくしてね、でこれもノブサンドさんのやつなんだけど、これでホコリをねパッ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 ってこう取ってあげるね、細かいあの塵とかホコリを取ってあげてレコードをセットして使うことになります。でちょっとねあのシングルを聞きたいので、シングルの場合はここのアダプタを、アダプタこれ、お、これ勝手なおい勝手な、ね、はい、これを真ん中に刺すとね、あの EP レコード用になります。でここプラスチックなんで、おレコード大丈夫かって思ったら
こことこう3箇所ねゴムになってます。実はこことこことここだ、レコード盤がこのゴムによってね支えられるので、このプラスチックのところには当たって傷にはならない構造になっているようです。はい、まあ一応ねこういうところにすごく気になるので、まあ、チェックしてみました。あとはそうだね、そのまんま、あとこれだね、はい、ここもねちょっと文字が見にくいんだけども、これね、ここね、これはよいしょ、ちょっとピントが合わないな、ピントがねちょっと合いませんね。あの戻る進むとか、そういうやつだね、これね、プレイヤーとかそこの機能を使う時のやつでしょう、これはね、これね、ボタンを押して、これがちょっと見にくいけども、まあ、デザインを損ねない色合いなのかな、これね、とかあんまりあの目立つと浮いちゃうからね。でここもね、よいしょ、明かりがないから見えないね。はい、この左、これここが USB で AUX ね。そして一番左が Bluetooth モードで、この P 何これ、 P なんて書いてあるの、これ見えにくいなこれ、よいしょ、 PH って何これ、 PH って何これ、プレイヤーってことかな、これなんだろうね、ちょっと説明書を見ないとよくわかんない、あまりにも走りすぎて真意はわからないです、これね。はい、とりあえずプレイヤーで使いたいから、これね左から2番目でいいんじゃないのかなと思います、これね。はい、じゃあ使ってみましょう。はい、それじゃあね、今スピーカーはつけてないので、ヘッド、ね、イヤホンで聞くモードね、これを試してみたいと思います。カチッとつけて、でよいしょ、レコードね、レコードをよいしょ、いたします、よいしょ、ね、そしてどっちが表、こっちだね、はい、これでよーく表のほこりをね、パッ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 と取って、はい、セットします。そしたら、アームをね、ロックを解除して、アームを上げて、今、自動回転オフになってから、これ待って、電源だね、電源をオンにして、でこっちだと自動的に回るので、この位置かなっていうところに合わせたらね、合わせたらこう下げるんで、あーちょっと違ったっつったらバッてやればすぐに上上がるのでね、これ見たいでしょ。ちょっと向き変えよう。はい。このね、このアームが、これがね、こうやって今、ここのレコードのこのところに、ね、合わせて、で、下げるんだけど、間違ったときは、これね、あ、外れちゃった。外れちゃった。下が、これもう壊れやすいな。これ、外れちゃったね、これね。あー、ちょっと、そんな。これで戻った？あ、戻ったね。どうしたの一体。ちょっとビビったんだけど。はい。こうして、
で、下げて、やばいと思ったら、パッと上げればいいね。パッと上げれば。あれね。パッと上げれば。ね。引っかかったのが外れたら、ガタガタになるんで、そこは気をつけてください。ね。じゃあちょっと、おじいは、これ、イヤホンしてみます。音がちゃんと出るのかどうなのかね。聞いてみたいと思います。皆さんにはね、ちょっと著作権の関係で聞かせることができないので、おじいがどんな音なのかをね、ちょっと皆さんにお伝えしたいと思います。はい、じゃあイヤホンつけました。いきまーす。さあ、ボリュームを上げて。ああ、音がちゃんと出てる。はい、しっかり音が出てます。すごい。スリーウェイのスピーカーで言ったら、ツイッターに、スリーウェイだったら、このウーハーがあって、ミッドレンジがあって、ツイッターがあるけど、ツイッターだけで聞いてるような音です。すごい。ね。土管の中で聞いてるような。だ、低音高音調整できないもんね。もちろんね。はい。じゃあ、このまま、ちょっと一回上げて、最後まで再生できるのかどうなのか、今これオートモードを自動で切れるモードにしてあるので、これね、最後まで再生できるのかどうなのか、ちょっと疑問なので、疑いがあるので、あ、これがまた大丈夫？ じゃあ最後までちゃんといけるかどうか。オートストップがオンになってると思うので、これ最後までいかないで止まっちゃうのがホファイン氏なんで、今オンになってるよね。お、最後まで行った。ホファエンスだと最後まで行けないんだけど。で、止まった。おー、すごい。これたまたまなのかな。ちゃんと最後まで再生して、グーって行ったところで止まった。これすごい。ホファエンスの V1101 と V11、1011だか、1011と1012が我が家にあったんだけど、両方とも最後まで行かないで止まっちゃうんだよ。だからレコードの溝がグーって感じでね、止まっちゃうので、いや、勘弁してほしいなと思ったんだけど、これは終わって止まった。ちゃんとね、そういうところが調整されてるんだ。これが自動ストップがオンになってないと、ずっと最後まで行ってぐる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 回りっぱなしなんで、で、そこで上げるんだけど、ね。まあ、ここだったら止まってくれた方がありがたいね。安全に。ね、こうやってて。で、これがこっちまで行っちゃうので、これがここで止まってこっちまで行っちゃうので、ここら辺で落とすと、ちょうどこの、ボタンのところにアーム、あの針が、先端があるんで、ここに落としたら針が傷つけるんで、ここだけね、もう、これロックかかんないのかな？これ以上こっち来ないでくれればいいんだけど、ね。まあそこのところが気になるポイントかもしれませんね。なかなかと思うので、使い終わったら、ここをね、ガチンとロックして動かないようにしましょう。一応ね、このイヤホンで聞いた感じは、ツイッターで聞いてるような音なので、元気なおじいはダイレクトに実用レベルかなっていうと、ちょっと違うかなっていう感じはします。こんなわけで、ちょっとね、今、
アンプをね、温めてるんだよ、もう、ずっと前から。ここでね、電源用意して、あそこでノブサンドの P1 をね、今ずっと真空管温めてるので、もう30分は余裕で経ってるので、今からちょっとスタンバイしたいと思います。はい、そんなわけでね、今度はアンプの付け方を解説します。今ね、徹底的にちょっと今調べてみました。で、付属の RCA ケーブルをここにつけます。先ほどのね。で、アンプに入力します。ね、接続はこれだけです。で、よいしょ。他の部分は特にいじるところはありません。それで、注意事項があります。RCA の出力の時でも、コントロールは、ここが有効になっているので、このボリュームを上げると、RCA を出力しながら、スピーカーへの出力もダブルで出ます。なので、アンプ側の方だけで音を聞きたい場合は、こちらのボリュームも最小に絞る必要があります。で、再生するときに、これ、ボリュームをね、グーって絞ったときに、これが、こう、スイッチになってるんだけど、これがね、これがカチッって行く前に、こう、カチッってなってないけども、ちょっとこう、ゼロのところをちょっと力負荷がかかったら、これオフになるので、このカチッっていうところの前で、もうこのゼロのところから、こっちに行こうとして負荷がかかった瞬間に電源が切れるので回転が止まります、レコード盤の上でね、なのでそこのところがこうやばい。だから夜中に聞くときにここの音をゼロに絞るときには軽く止まったらさって離すとゼロにできる。もしくはおじいが試したところ、この 3.5 ミリのところにイヤホンジャックを挿せば、これで OK です。ボリュームが上がっていても、このスピーカーはここと連動しているので、この 3.5 ミリを挿すことによって、ここからは音が出てこなくなります。これを外すと、こっちから音が出ます。なので、RCA を使うときには、ここね、ダミーでも何でもいいので、これ 3.5 ミリのジャックを挿すことを、おすすめします。そうしないとね、ダブルで出たり止まっちゃうとかね、そういうことになります。で、TRN の、このね、コンク、これで、ノブサンドさんの P1 を通して、聞いてみたところ、やっぱりね、スピーカーで聞いてる音とは違うので、まあ、これなら Bluetooth で聞いてる方がいいかなっていうくらいなので、ちょっとまたキンキンしてるのでね、まあ、低音高音がちょっとカバーしきれませんでした。これだとね。で、今度はね、YA Mark II をね、ちょっと取り出しました。で、これをつけて、多少こっちで聞いてるよりは、まだあれなんだけども、音全体の解像感から言うと、やっぱ普段のデータを聞いてる方がまだ良かったので、なので、本当にね、これは相性だと思います。なので、この P1 との相性はそんなに良くないのかもしれないし、まあ、音声の出力のデータが、どのデータまで出てきてるのかなっていうのはね、ちょっと、わからないです。これね。まあ、元気なおじいの下のルームには、ホファンシュさんのプレイヤーと、アンプを接続してね、とんでもなくいい音が出るんだけど、ちょっとね、またそっちの検証してみたいなと思います。で、あと、このスピーカーから出る音は、これはね、まあまあ、聞ける、ラジカセぐらいの音は出るので、ちょっとほんのね、一瞬だけ、ちょっとじゃ、ね、これを外せば音が出るので、ちょっと皆さんにね、お聞かせします。はい。こんな感じです。ね。こんな感じです。で、
いしょ、もうちょっとこっちに行って。はい、まあ、このスピーカーで聞いてる方がまだ若干音質の面で言ったらまだよろしいかなと思います。なのでね、まあ、下手なことしないでそのままやってた方がいいかもしれないですね。はい、それじゃあね、もう一つの検証いきたいと思います。はい、それじゃあね、次に USB の録音なんだけど、このマニュアルを見る限りでは、これあの MP3 で録音って書いてあるね。ウェブファイルではないよね。やっぱり MP3 だよね。で、やり方としては、このプレイヤーのモードの時に FAT32 でフォーマットしてある USB メモリーね。まあ、今これあのメディア入ってるんだけど、これをこの USB のところにね、これを挿します。はい、2分の1の確率を外しました。ね、はい、これで入ります。そして、この状態で、今度、あの録音のタイミングってあるんだけども、これね、このボタンを、これをね、こうやって押すと、録音が開始したりとかなんかするみたいなんだけど、この、これ、この点滅中が録音中で、で、押すと録音が終わり。だから点滅するまで押す、録音は。違うか、長く押して離したら始まるのかな。そういうわけではない。そういうわけではないの。点滅するまで押すって書いてあったんだけど、ね、はい、まあいろいろあるよね。うん、ね、まあいろいろあるよね。 USB メモリを本家の端子させてレコードに乗せて再生します。でボタンを押してランプが赤色に点灯するまで手放します。録音状態になります。で録音停止したい場合はまた押してランプが点灯したくなるまで録音終了します。このランプが点灯しても、あの、電源をこれ、オンにすると、ランプは点灯してるので、まあ、非常に難しい。で、さっきどうしていったんだろうね。あ、また録音中になった。どうやったら行くんだろうね。まあ、謎なんだけど、とりあえず、途中からなっちゃう。これは、フォファインスさんのやつは、あの、停止とか、先行く戻るとか、ボタンがあって、すごい簡単にワンタッチでできたけど、これは、すごい難しいね。フォファインスさんのように、あの、一発直感で使えないね。気まぐれ録音かな。
今言った、これで録音されてるはずです。で押すと、うん、これね、ただこれがだからね、こうして点滅するまでって言っても途中で話したら何にもならないし、うん、一回押すだけでいいのかな。じゃあちょっともう一回スタートして、じゃあ最初からちょっとタイミング的に分かりやすいように、ちょっとこれでできてるはずです、ね、うん、あのもう押したけどね、なんかこのマニュアルを見ると、あの何あれするまで押して点滅した話とか書いてあるけど、これを見るとわからなくなるので、とにかく一回押したら始まる、押したら止まる、うん、それで覚えた方がねいいかなと思います。このマニュアルを見ると余計わかんなくなります、うん、そういうことで、これが、まあ、最後まで聞きながら終わったらポッて押せばいいんだね、まあ、それはこれを聞きながらね、これを聞きながら、まあ、タイミングをやってパチッとやれば OK だね。で、あれ？点滅してない？え？どういうことなんだろう。これで今撮れてるよね。なんで消えたんだろう。これボリューム触ると消えるのかな。そういう意味ではないんだね。なんでかな。あ、でもこれでいけてるはずなので、まあ気にしないでちょっとこれで終わりましょう。それで、今度は再生できるかどうかを確認したいんだけども、今何のファイルでできてるのかね、無音のやつもできちゃってると思うので、ちょっとパソコンで確認してきます。はい、今ねファイルを確認すると MP3 でね、こんだけできてました。パチ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 やったのがね、で、この下から2番目のやつが。ゼロスタートでやって途中で止まったやつなんで、まあ、で一番最後のやつは途中から録音したやつなんでね、ちょっと楽天ハンドがピントが合わないので、この5番だけ残してあっちで再生します。はい、そんなわけでパソコンから外してきました。5番目だけ残してね、あと削除してきました。で USB をね後ろに挿します。はい、2分の1と確率を外しました、ね、はい、そしたら今度は USB の再生なので、ちょっとここ見にくいんだけども、 USB っていうのがあるので USB にします。それで今ここが青くなってるよね、 USB モードになっていることが、はい、そんなわけで、ちゃんと今再生されてますね。で、先に行ったりとか、このこれを押すと一時停止でね、でこっちにやると次の曲戻るね、そうなります。たくさん貯めた場合はね、これが USB モードになります、ね。まあ、あとは
Bluetooth でこのスピーカー代わりにできるので、ちょっとスマホ持ってきます。はい、それじゃあ今度はスマートフォン持ってきたので、スマートフォン、スピーカーをね、使うモードにしたいと思います。で、その場合は今度は Bluetooth を使うので、一番左の BT、これね、これで Bluetooth のモードにします。はい。そうすると、これがピコ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 になって、Bluetooth のペアリング待ちになります。はい。はい、来ました。これだね。はい。じゃあ、ペアリングができたので、これで音楽を再生したいと思います。連動はしていないからこっち何か流れている道なるもの心が弾むよ。これは、あれだね、これをやるんだったら、あ、でも、今、USB の Type-C しかなくて、これがさせないから、一発こっちに送って、これで聞くっていうね、そういう使い方もできるっていうことだね。まあ、P1 があればね、まあ一番いいんだけど、まあそういう使い方もできますよ、ということです。ね。はい。とりあえずこれで一通りの検証はしたと思うので、あとはお値段の方に行きたいと思います。はい。そんなわけでいかがだったでしょうか？いいでしょ？ね。このプレイヤー1個あれば、とりあえずイヤホンを挿して聞くこともできる。アンプにつけてパワーアップさせることもできるんです。ね。多機能でしょ？さあ、お値段です。いくらなんだ？新製品。せーの、ドキューン！はい、今回紹介したね、ものを入れてカラーが2種類あります。どちらもお値段は同じです。お値段の方はこちらになります。とても安い、ね、9980円なんだけれども、今800円ほどのクーポンがあるので、ここをチェックして購入すると9180円、ポイントは 1% ね、100ポイントついてきます。だからダブルポイント対象商品になってから、ダブルでつく可能性もあるね、これね。はい。このカラーと、もう一つ、木目調カラー。ね。はい、こっちのカラーが、まあ、どっちもいいカラーなんだよ。ね。おじいはこの、薄いのもいいなと思ったんだけど、まあ、たまにはちょっとこう濃い色もいいかなと思って、ね。濃い色を指定させていただきました。こんだけで、
アナログプレイヤーがあるとものすごく楽しい世界が広がります、ね、音の世界がおお、ね、わずか、ね、9000円ちょっとで楽しめる。で今ねメルカリ見てみるとだいたいね堀ちえみちゃんの EP レコード1枚300円から買えるし、であのレコード屋さんね大量のものをこう安くっていうのはだって1枚100円プラス300円かあのそれぐらい送料分だねのっけで1枚100円ぐらいで処分してくれてるので、ね、12枚セットでも1500円ぐらいで買えるんで本当安くレコードが手に入る、ね、今メルカリ本当そのレコード屋さんレコードショップ屋さんすごい安く出してくれてるんで、でもあのたくさん持ってるんだね大量にね。堀ちえみさんの EP だけでも同じものでいっぱい、もうあの3枚セット、5枚セット、7枚セットをね、あのいっぱい何枚セットでも同じ曲いっぱいあるからね。あ結構ね、おすすめだよ。あの、でも堀ちえみ聞いてて、ね、やっぱりねあの、人気のあるアイドルのやつって、すごく、まあ、メロディーもいいし、楽器も綺麗だし、あの、録音自体がね、結構綺麗なんだよ。音がね、あのね、ビッグアイドルとそうでない人のレコードの品質が違うっていうのは、なんかね、視聴者さんがわめいてた、すごく。だからあの松田聖子ちゃんとかさ、ね、河合直子とか堀ちえみちゃんとか、ね、こういうあのビッグアイドルのレコードは超音がいい、もともとね。というものらしいです。はい、終わります。じゃああの子はあの子はそれ知らないからね。でもデジタルよりもアナログの方が音がいいです。はい、そんなわけでこの動画の説明欄に Amazon のリンクがあるので、そのリンクをね、踏んづけて購入していただけるとありがたいと思います。本当ね、メルカリでレコードがバンバン安く手に入るんでね。おじいもね、去年あの子のやつ何枚もいっぱい買った時ね。あのそんなに安くなかったんで、ね、1枚とか2枚とか何枚セットか買っても1枚300円ぐらい、ね、平均ぐらいしたんで、いや本当探せばねすごく安く手に入るんで、ね、ガンガンあのレコードの音を聞いたことがない世代は一回聞いてみるとはぁーってなるよ、ね、何十万円もお金をかけてハイレゾーン源で組んでもあの そこの音にはかなわないんでね。まあ、おじいとしてはこれ単品でレコードを楽しむことができるんだけれども、このノブサウンドさんのこの P1 これに白くして聴いたらもうたまらないからね、ぜひこちらの方もご検討ください。一緒にねリンク貼っておきたいと思います。あとあのイヤホンなんかもね、 TRL のあのコンクも3950円で結構頑張ってるのでね、またあのリンク貼っておきたいと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。